はい、今回紹介するのはウルフコーネさんから出ています SIM フリースマートフォンパワー2を紹介していきたいと思います。まずは瀬戸内の紹介をざっくりしていきたいと思います。外箱、本体、本体のカバーのケースとフィルム、フィルムに関してはすでに出荷時から1枚貼られているので予備となります。でマニュアルと、コンセントですね、 USB2 コンセントですね、 AC コンセントと OTG ケーブル、充電用の USB タイプA に変換するもの、マイクロ USB からと SIM トレイを引き出すような SIM ピンと、スタンドリングですねになっています。はい、瀬戸内容についてね、細かいところというかどんな感じかなっていうのはですね、別途ね開封動画をも事前に上げているのでそちらを見ていただけたらありがたいかなと思います。はい、ではね、パワー2の主な特徴といったところなんですけれども、実はね、パワー2なんでね、当然なんですけど、パワーっていうのが、初代が言ってて、どちらも、なんですけれども、パワーというのに名に恥じないですね、バッテリー容量ですね、が、大容量バッテリーが付属されています。容量としては 6000mAh ということで、だいたい一般的なスマートフォンが3000以下とか3000前後ですね、 5.5 インチになると3000前後になってくるんですけど、となってくるとまあだいたいおおよそ倍程度の、バッテリーを搭載しているということで、まあ使用時間が単純に倍に増えるっていうのと、あとはですね、Android 7.0 を積んできているですね。でパワー2なんで、パワーその初期モデルと比べると、あと CPU とかメモリハードディスクに関しても順当にバージョンアップしているというところが本機の、メインなところかなというふうに思います。はい、まずはじめにね、ハード関係の方をざっくりと、紹介しておきたいと思います。CPU の方がですね、MediaTek のね、6750T ですね、ターボモデルとなっていてて、1.5GHz の、オクタコア、8コアですね、メモリが 4GB、ストレージが 64GB というふうになっています。でマイクロ SD カードを搭載することができて、一応 256GB まで対応しているふうになっています。テロップの方でね、パワーとの比較を出していると思うんですけど、すべてにおいてね、正常進化しているかなといったところです。はい。でね、まあ、この性能の部分についてなんですけれども、まあ、あの初代のモデルと比べると、まあ、基本的にはね、後継機の CPU が当たっているので、そこですね、当たっているので、無難にバージョンアップしているかなといったところです。メモリもね、3GB から4GB、ストレージも16GB から64GB と大幅にアップデートしているっていうので、ベンチマークに関しても軒並みやはりね、アップしています。なので、特に、例えばね、パワー初代を持っていて満足しているっていう方であれば、このスペックに関してね、不満を感じることはないかなというふうに思います。で一応 CPU 的にはエントリークラスからちょっと出た感じ、ミドルクラスですねに入る感じになっているので、まあ 2D 系のゲームであればほぼほぼ問題なく、 3D 系のゲームをそこそこ無難にこなせるという感じになっています。ベンチマークの方もね、アンチュンチューの 6.2.7 で42000、オーバーが出ているので、やはりねエントリークラスになっている3万台が多い中になってくるので、やはりね4万2000を、コンスタントに叩き出しているというのは、まあそこそこやっぱエントリークラスからちょっと抜け出る感じかなという感じかなと思います。ギークベンチとか PC マーカーの方もマークかの方もそこなくなみよくて、ギークベンチの方ね、シングルコアの方はそんなに大したことないじゃないんですけれども、マルチで、まあ、やっぱ8コアある分ね、その分スピードが出ているかなというところです。ストレージに関しても、リードライトともに130-20の値を出ているので、まあ、よく言えばもっと速いのはあるんですけれども、このクラスでこれだけ出ていれば特に不満はないかなと思います。はい、続いて通信関係ですね。通信関係はまずはね SIM というか普通の電波網なんですけれども、気になるところは au の 3G 網、まあ、au の 3G 網がレアといえばレアなんですけれどもが、対応していないっていうところがちょっと注意点かなと思います。
なので、まあ、A の 3G もメインで使っている方っていうのは要注意。4G に関しては入るので、4G がメインの方であれば大丈夫かなといったレベルです。ドコモと、まあ、ドコモに関しては問題なく入っています。一応ソフトバンクも OK ですけど、まあ、ソフトバンクの SIM フリー自体がね、あまりレアかなと思うので、微妙かなと思います。なので、実質はドコモメインといった感じかなと思います。通信関係について引き続きなんですけれども Wi-Fi 関係 Wi-Fi ですね、2.4GHz と 5GHz に対応していて、帯域としてというか規格としては .11ABGN というふうになっています。まあ、残念ながらね AC には対応していないんですけれども、まあまあ AC のスピードとかそれ以上のものになってくると逆にね、スマートフォン自体のスペックとかあとスマートフォンが要求する通信スピードっていうのがそこまでね、必要かと言われたら微妙な値なので、まあ実質使用しているのには問題ないかなというふうに思います。で、その他としては Wi-Fi ダイレクトに対応しているのとミラーキャストにもデフォルトで対応しています。Bluetooth が 4.0 ですね。そういったところかなと思います。あと SIM のところでね、一応注意点として SIM トレイここにあるんですけれども、Dual SIM になっていて、ナノ SIM 2枚入ることができます。ただし1枚は、マイクロ SD カードとハイタですね、どちらかしか使えないそのモデルになっているので、まあ、日本であれば基本的にはね、ナノ SIM 1枚と、マイクロ SD カードでいいかなというふうに思います。7.0 にアップしているっていうのもあるので、マイクロ SD カード入れると、内部ストレージとしても使うことができるので、ありかなと思います。まあ、もともと 64GB あるのでね、結構スペース的には空きがあっていいんですけれども、空き的にはですね、起動時にだいたい 53GB あるので、結構ゲームとかデータとか入れれるかなと思います。空き関係でいうとメモリーなんですけれども 4GB あって実質 3.8GB で、空き容量起動時でだいたい 2.5GB ですね、程度あるというふうになっているので、こちらのメモリーに関してもね、まあまあ、重いゲームとかデータとかをバンバン開けていない限りは問題になるレベルではないかなと思います。タスクをね一括で消す処理もできるのでね、そこら辺こまめにやってればまずここで引っかかることはないかなと思います。続いてカメラですね。裏面とフロントにあって、一応裏面に関してはフラッシュでカメラのライトですねついています。一応裏面はね、ネイティブが 1.3 メガで、映像処理で 1.6 メガまで上げていてて F 値が 2.2 となっています。まあまあエントリークラスのスマホなんでそこまでめちゃめちゃ綺麗というものではないですけれども、まあ、基本的には問題ないレベルかなと思います。気になる点としてはややフォーカスが遅い印象あるものぐらいでいいかなっていうのと、あと動画についてはですねデフォルト設定が 720p のと20フレームっていうのでややね、滑らかさとか映像の綺麗さには劣るかなといったところです。写真について、動画の方なんですけれども、同じ、フォーネが出ていますスマートフォン過去にレビューしていますけどジェミニーっていうのがあって、まあ、こちらがねデュアルカメラとかで映像関係写真関係にはこっちがおすすめという風になっている、積み分け的になっているのかもしれないんですけれども、ちょっとねカメラ的には性能がいまいちかなといったところです。ちなみに連写は40枚まで写真することが可能です。はい、あとまあその他ディスプレイとかハード関係なんですけども、液晶は 5.5 インチのフルハイビジョンで 400dpi ちょっとあるので、まあ映像に関する粗さ、画面に関する粗さっていうのはもうここ最近ではまずありえないかなといった感じです。まあ CPU の性能もあるんですけど 4K 再生にはちょっと厳しいかなというところですけれども、まあフルハイビジョンレベルであれば映像を見るには全然十分かなといったところです。あとはハード関係で重さですね。まあ当然6000ミリアンペアの以上のね、バッテリー積んでるのに重いかなといったところなんですけど、本体全体でだいたい200グラムオーバーといったところなんで、5.5 インチのスマホが、まあ100グラム後半のものを170とか180グラムとかのが多いんで、まあ、めちゃくちゃ重いかと言われるとそこまでではないかなというふうに思います。まあその分ね、バッテリー容量があると考えると、まあ、十分かなといったところです。はい。
その他インターフェース周りとしては、本体右側側面に、電源とボリューム上下、左側に SIM トレイ、上に、3.5mm の、ヘッドセットですねとかヘッドホンですねの用と、側面に、マイクロ USB とマイクとスピーカーとなっています。でね、面白機能というか、まあ、パワーというゆえんなのかもしれないですけど、実はこのマイクロ USB 充電するデータ転送するだけではなくて給電することが可能です。給電とはっていう話なんですけど、他のスマートフォンとか、USB で充電する機器を充電することが可能となっています。付属の OTG ケーブルですねつけて、例えばライトニングケーブルをつけて、ちなみにこれが iPhone 7 Plus ですけども充電できているのがわかるかなと思います。なので、充電することもこのスマートフォンだけでも可能というふうになっています。これがねパワーといわれるゆえんかなといったところかなと思いますね。面白い機能かなと思います。はい、はい、ちなみになんですけれども、パワー2なんですけど、実はパワー初代のモデルを持っています。まあね、見た目ほとんど変わっていないというか、まあちょっと僕がこの1の方はですね木目のやつを選んでいるのでちょっと特殊なんですけれども、変更点としてはですね、指紋認証がメインのホームボタンみたいな感じになっているっていうのと、シャッターボタンがなくなったっていうふうになっています。はい、そんなところかなと思います。あとはねほとんど大きさ太さともにほとんど変わりがないかなといったところです。若干ね薄くなったりいろいろしてますけど、まあ誤差の範囲かなというところです。まあね、価格的にはね海外でから直輸入したのが若干安いっていうのもあるんですけど、2万円強半ばぐらいで売られているモデル現在ですね。なんで SIM フリーであればドコモ系を使用の MVM を使っているのであれば、このバッテリーのロングライフ持ちでモバイルバッテリーとしても使えるっていう風になってくるとなかなかありかなと思います。はい、簡単ですけどざっくり紹介でした。今回紹介しましたのはウルフォーレさんから出ていますパワー2紹介しました。以上です。